上グロース、ギュンドアンのバルサフリー対談のニュースに一言。インスタのギュンドアンがバルサをフリー対談するとのロマーノの投稿にクロースが次のように反応した。クロース節。なんだよこの絵文字、絶対おわせろなバカにしててくさ。クロース、エンバラスト。代表でクロースはギュンドアンの偉大さを知っている、彼なりの憤りの声だ。ついに、インターネットで嵐をする余裕ができたクロース。クロースはバルセロナが最高のミッドフィールダーを無料で失うことを知っている。ギュンドアンがバルサを追い出された理由は、彼がアラウホを批判し、バルサは小さなチーム精神を持っていると言ったからだ。バルサは真実を嫌っている、シャビを解雇したのと同じ理由だ。認めたくないがその通り、これが今のクラブの状態です。バルセロナは、純粋に完全な馬鹿によって運営されている。クロースによって完成されたニュース。とにでさえ、バルサがワールドクラスの選手をただで手放すなんて信じられない。引退してもソーシャルメディアで躍動する男。レアルマドリードの選手たちはバルセロナを嫌う方法を教えられている。ここにおられましたか、畜生。